県名古屋市から来ました、ストリートドラマーリエイです。イエーイ、ありがとうございます。いや、今回もまた午前にね、駅前でストリートしたんですけど、またここはここでめったにストリートできない場所なので、最後まで楽しんでいきたいと思います。どれぐらいいらっしゃいますか？富山の方以外で、富山城入った方はまだ入ってない？じゃあこの中ではスタッフの皆無だけかな。富山城入った、ね、お城が好きって言ってて、ね、すごい楽しかったって言って、いろんな、ね、ものが書いてあって楽しかったって言ってた。私は出待ちしてました、配信しながら。でね、知ってる曲とかあったらね、手拍子とかダンスとかね、できる方はダンスしたり、もうこのストリートは皆さんと同じステージではなくて、もう同じ地面に私も一緒にいるので、もうみんな一緒になって楽しむことができたらと思います。なんか踊りたいというね、さっき踊ってくれてたけど、踊りたいという方はね、ぜひもうこの辺に来てくれてね、踊っても大丈夫です。あと、よくエアーギターやる方とかね、エアーでも全然いいし、もうね、ぜひそういういろんな楽しみ方で楽しんでいってください。よろしくお願いします。ありがとうございます。ね、横からもいっぱい、あ、ね、いっぱい拍手ありがとうね、手拍子もありがとう。ね、横で休憩しながらね、たくさん聞いてくださって嬉しいですね。ストリートならではのね、良さを今日もみんなと一緒に共有できたらなと思います。あとでリクエストを聞いたり、あと乱入したい、ダンスとか飛び入り参加したいという方ね、後から聞こうかなと思っております。じゃあ次は、ね、結構いろんなジャンルの曲をやってるんですけど、次はね、ジャズをやろうかなと思ってます。でもジャズって言ってもみんな聞いたことあるジャズだと思います。ディズニーランドでドラムを叩いているのは誰ですか？知ってる人？はい、あ、ミッキー、そうです、ミッキーがドラムを叩いているこの曲をやりたいと思います。シングシングシング、これもね、裏の手拍子が出てくるんですけど、裏で3、1、2、3、4、2と4で1、2、3、4で、いつもはね1と3なんですけど、これは2と4で手拍子をしてもらいます。はい、あ、いい感じです、素晴らしの輝く笑顔の種、明る
海と山の未来信じて行け。ダンステキパ、ね、パッパッパッってやってるから男性なのか女性なのかと思ったら女性でした。わー、ありがとうございます。遊びに来てくれました。なんとですね、この中にキットムーンファンの方がいらっしゃって、ね、その方に教えてもらって、ね、富山でぜひキットムーンとコラボしてほしいっていうのをね、言っていただいて、今回コラボが実現しました。ありがとう。ありがとうございます。普段はどこでやってるんですか。普段は常に富山を守ってるみたいで、そう、三段魔人っていうのさっき声が聞こえてきたんですけど、それをやっつけてやってるんですね。でも富山の明るい未来を守っているキットムーンということで、私もね、もういろんな場所で笑顔にできたらなと思って活動しているので、ちょっと似てるなと思って今回ねコラボさせていただきました。ありがとうございます。キットムーンもツイッターとかねやってるので、よかったら見てください。明日とかもどこかであるんですか。あ、明日はちょっと忙しいですね。いろいろ守って忙しい、戦いの戦い、
ね、踊ってくれてありがとう。女の子も踊ってくれてありがとう。ありがとう。こういうご当地のね、方と一緒のコラボっていうのは、ストリートツアーならではだと思うので、今回ね、初めてツアー中コラボさせていただきました。そういえばなんか必殺技があるって聞いたんですけど、なんかあるんですか？ひときと笑顔光線。お、私もやっていいんですか？あ、OK。じゃあそこがシャッターチャンスです。いきます。ひときと笑顔光線！ありがとうございます。キットムーでした。ありがとう。すごい、かわいい、めっちゃかわいいね。ありがとうございます。私もドラムのヒーローになれるように頑張ろうと思います。でも自分ではもう気持ちはね、ヒーローだと思ってるから、ドラムのヒーローだと思ってるから、イエーイ。あ、やったー。拍手ということはそう思っていただいて、じゃあ浜田翔吾さん、マネイ。スティック投げチャレンジというのをね、いつも演奏終わりにやっております。このスティックをなるべく高くに上げて、でキャッチしたら成功。皆さんその時は盛大な拍手を。もし落としたら、スティックを落としたスティックを1名様にプレゼントをしたいと思います。で、数があるから、なんかちょっと失敗しそうな雰囲気だよね今。風がちょっと怪しいので、初落としやばいぞ。やまなそうね。みんなからしたらね、落としてほしいということでね、キャッチするとね、意外とあんまり拍手してもらえないっていう。いや、スティック投げチャレンジよかったら手拍子、これも手拍子でぜひ、あ、盛り上げてください。ありがとう。あ、すごい、後ろも手拍子してくれてる。ありがとう。なんかすごい、意地でも取るっていうのがあれ、なんかみんなにバレちゃった。うわ、取れた。あれは取れないと思ったけど取れちゃいました。ありがとうございます。まだまだちょっとプレゼントはできませんね。次もまたやるので、よかったらまた見て、お時間ある方はまた見ていただけると嬉しいです。